安定のコグプさんと安定のライコラングであのタイムカードをして、あタイムカードはないそうしてるんです。そうそう、また来させてもらってね、今日はねあのリスナーさんの方とまたお会いすることができて、ちょっと顔出し NG なんですけども、まあ A さん容疑者 A ではないですけどそう、まあ、A でも B でもいいんですけど、どっちがいいですか？ A で、あ A でということなんで、リスナーの A さんが来てくれて、はい、そういう感じで今回あのライコランドにね、アンテナライコランドに来てるんですけども、ちょっと車両をじゃあ見させていただこうかな。あれ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 これはじゃあコグプさん行きましょう。ブルターです。1000WR、あの2022年モデル、ユーロ5、ユーロ5モデル、そう一番高額ですね。そうですね。いやでも、いや一番最新車両ですからね。僕のあの片を、あの2020年モデルに比べれば一番新しい車両ですからね。いや大切っていうとあれなんですけど、いやいい焼けしてますよねこれ。これね、いい焼け。してますよね。まあいい感じですよ。多分いい音してくれるのかなとで思います。そうあの違い言っちゃうと、あの僕のはレッドカーボンなんですけど、普通のでもカーボンですからね。そういやでこのあでもユーロ5になって変わりましたね。これここもエアボックスもユーロ5ってユーロ4ってカーボンなんですよ。なるほど。うん。カーボン、あれ今見て気づきました。でなんかオーナーさん曰く、オーナーさんあのご解説いただくと、あれこれがカーボンじゃなくてプラスチックになったんですか。ここのこいやこれここの内側これがなんか素晴らしいです。僕のはカーボンです。カバーがプラスチックなんですよ。カーボンなんかこういうところで地味にあのお値段を相殺させてるのが相殺。ユーロ5でお値段が爆上げっていう。爆上げ。でも爆上げになった良さは、うん、色が色が頑張ってる。色が、うん、色が、はい、色がなんていうんですか、あのメタリックレッドですね。なるほど。そう用かなって。うん、なんて言えばいいかなって、うん、あの普通のただの赤からこれメタリックレッドになってる、ね、うん、だから随分高級感増しましたよね、うん、すごい高級感が増していい。よし、わかりました。じゃあちょっと変わりましょうか。はい、はい、じゃあ風道の車両解説に行かせていただきます。じゃあ解説いきましょうか。はい、はい、じゃあこちらですね、ブルターレ 1000RR、なんとユーロ5適用の最新モデルになります。いやーもうとにかくね、もう見た感じでもうめちゃくちゃこのシンクの赤、これかっこいいじゃないですか。でなんとねこのラッピングが施されてるんですよ。ラッピングのお値段が十数万円っていう、それはだけでも俺はもう手が出ないっていう、うん、綱渡り口状態ですけどね、うん、綱渡り、うん、でやっぱりかっこいいのはね、全てこの辺がカーボンなんですよ。どうですかこの宝石、走る宝石と言わしめたこの MV アグスタの、いや造形もまたエロいっすね。これがユーロ4だと赤なんでしたっけね、ここの中がね、赤がこのシルバーになってるっていう、あの赤もかっこいいですけどね、あのスパイダーマンみたいで。オーナーさんカスタムしてるところはステップ周りと、あとここですね、これが MV アグスタの、スペシャルパーツですね。ボルト一個一個にも MV が入って、ハブ周りめっちゃかっこいいですね。いや足側もこれだし、スピード計もあれだし、かっこいいですね。かっこいいっすよね。いや僕のもやりたいっすね。これいいっすね。お値段8万、約9万円。約9万円ですね。セダレス、うん、そうここいいっすね。これはやっぱりケツがエロいそうこの200のワイドタイヤがフェンダーレスにすることで生きてくるわけじゃないですか。そうするとこういうストリートファイター系のバイクはもう後ろから見てもよし、前から見てもよしっていうね、うん、ただし後ろを走ることはしたくない、うん、飛び石がバチバチ銃弾のように襲いかかってくるっていうね。コグプーさんの今のアメリカもそうだけど、後ろを走りたくねえっていう、うん、
まあ、あとこのマフラーがかっこいいじゃないですかこれね。あとオーナーさん、さっき気になったんですけど、はい、ちょっとエンジンかけさせてもらったじゃないですか、はい、キーオンにしたら勝手にセルが回ってエンジンかかったんですけど、これはもうオート機能、新しい、なるほど、なるほど素晴らしいですね、うん、やっぱりアグスタ、そう、アグスタを楽しむコツっていうのはやっぱりそういうところですよね。そう、いや素晴らしいって何でもポジティブにとっていかないと。素晴らしい、今回ならないかな。じゃあちょっと失礼して。うわあ、れ言ったそばから分かってるね。役者ですよこれ。演者だわ。KPJ の動画の流れをよーく分かってくれてる。今のでオチでよかったかなみたいなね、うん、いやありがとうございます。貴重な車両、なんと500万円っていう。綱渡りですか？あ、じゃあ綱渡りクラブとして、どうぞ、そう、お願いします。まあ今日もね、まあ、この3台並んで、やっぱり最近ほらこういう YouTube 始めるようになっていろんな仲間増えたじゃないですか、まあ、グスタに限らずだけど、だいつかはモーターサイクルショーの一角をちょっとさ、みんなで出資してさ、場所借りてみんなの車両並べたらどうかなっていう、そういうちょっとね、ロマンあるよね。うん、いつかはね、そんな我々の車両をみんな集めて見てもらえる日が来たらいいななんて思ってますけど、そのために YouTube 頑張っていきましょう。頑張ろう。うん、頑張ろう。しょうがないんこれ。喉。うん。いやー、リンさん、その頃、僕のエンジャ料、エンジャ料、あ、そうね、コブプさんにはいつも貢献してもらって、ね、これちょっと今俺繋がったり、これいくらすんの、何何 100？ ちなみにどれがいいっすよ。今日はコロンビアか、コロンビアもか。あ、でもオールスターで、いやオールスターですね、普通ね、格上げになっちゃってるじゃない、値段は変わらないけどね。いや、ちょっとでも、ちょっと待ってよ、俺は今ね、あー、なるほど、そういうことか。ちょっと、クレジットカードとかこれ使えないの？使えないの？キャッシュレスか？キャッシュレスか？ローン組むとか？ローン3回払いぐらいで、ジャックスかなんかでローン組める。ちなみにコグプーさん、あれ、何回ローンでしたっけ？14年と2ヶ月ブルジョワ綱渡り、じゃあ俺がここでじゃあコーヒーをなんとか今出資したとしたら、あと39,999本か、わかりました、わかりました。じゃあ俺は今回飲まないんで、その分じゃあポンプさんどうぞ。そう、俺ねえ、そんなさ、隣でそんな何百万なんてさ、150回って言ってんのにさ、俺がこんなところでケチったらさ、ロマンじゃないじゃんねえ。もうビシッとお願いします、うん、じゃあ10円だけ出してください、コブプーさん、すいません。10円、今ほら、入れたから。あった、あった、あ、よかった、うん、申し訳ない。僕の財布の中は、今日は、うん、リアル、リアル、人の財布の中は動画にするっていう、こんなやついないよ。800円、すげえな、本当に綱渡ってるんだよ、綱渡ってます。すいません、力慣れずに、どうぞ。申し訳ない。スタンバイです。うん。ありがとうございます。いやいやいや。あと皆さんはじゃあご自分でよろしくお願いします。あれ1000円もか、そんなにもか。すいません、ちょっといいですか。あ、どうぞ。よし。よし、言ってみるもんだな。いや、本当にもらうかんな。よっしゃ。やったぜ。センキュー、ありがとう。え？何それ？ブルジョワじゃん、随分。え、KPG 史上初のブルジョワじゃないの？これ大盤振る舞いやな。お、名カメラマン。名カメラマンだな。うん。じゃあすいません、ありがとうございます。今日なんかわざわざね、天気悪いのに来てもらって、いえ、もう本当にありがとうございます。いや、早いか、何してんの、ちょっと何してんの、危ないって。ああ、ちょっとどうなった、ああ、何してんのよ、オールスターが、ひどいね。いつかこれクレーム来るぞ、ボスからサントリーから。
どうぞどうぞって、やそんな言う値段のバイクじゃないぞって。ワンコ系やばいな。さすがの俺もこれは。ちょっとまたがってみてもいいですか。マジでいいんですか。ちょっと本当にあの音聞きたいんで。ああなるほど、はい、自分のバイクの音聞きたいんで。ちょっとさすがの俺もむしゃむしゃしますよ。俺と言われれば乗る。マジですか。じゃあちょっとこんな機会ないんで、ちょっと今日ゴーグル持ってきてないんですよ。また商売道具がないっていう状態なんですけど。本当ですか。あのね、本当に今調子悪くて、あなかなかこんな機会ないんで、せっかくなんで。せっかくで乗るんですね。でもオートスタート機能がついてるから。あ、そうそう、今日注意しないと。もしワンチャンあのこけたりしたら、あの俺1台あのバーンと買い直しますんで。あのコクプーさんのセリエオール来るじゃないですか、あのバシッと乗らせてもらいますんで。そこはうわあ、高額車両なんで。ああそうですね。あの一コケいくらでしたっけ。一コケ150万だっけ。すいません分かりました。何がやばいって、うん、モーターサイクラーやばい、やばい、どんだけやばいですか。あのね、あーそうだな、心躍るモーターサイクラーあーすげえ、うん、こんな感じですね。うん、こんな感じです。いや、 やっぱりね、アグスタの4発はね、いいね。じゃあ今最後にさっき見た通り、うん、あと260 260しかないんだって。いやでもね、無理してもやっぱ欲しくなる。これ分かるよね、みんながこのアグスタに取り憑かれる理由が。うん、3発は3発ですごい味があっていいんだけどね。えやばい、やばいね。いや、貴重な経験させてもらって本当ありがとうございました。よかったよ。よかった。さあ、じゃあ、あれか、5月3日は今度はコグプンさんのブルタル戦セリエオロ乗らせてもらってって感じで。ああ、それいっぱいな。乗りに行けるかなと思って、さすがにダメだった。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。すべてのものにはエネルギーがある。目には見えない不思議なパワーを浴びに出る。